クラブ公式 YouTube チャンネルです。よろしくお願いいたします。今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けいたします。では引き続きゲストは希代の天才バッター、そして巧みなバットコントロール、華麗な守備走行手、揃った80年代不動のセカンドでいらっしゃいます篠塚克典さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。現役時代篠塚さんを評する言葉があったかと思いますが、ご本人が一番こうしっくりきていらしたものというのは、いや、やっぱり長嶋さんからね、その81年の開幕前に来た、はい、やっぱり練習は嘘をつかないっていうことだと思うんですよ。はい、そう、やっぱりその中でもやっぱり試合のための練習をしろという、はい、ことだだと思うんですよね。だ、僕そのことがすごい好きなんです。だから子供たちもよく言うんですけど、まあ、今ここで何をするために君たちはここで練習してるんだ、これがただ練習して終わりじゃないんだろうって、うん、やっぱり試合っていうものみんなあるから、チームのね、でその試合で勝つために、やって、やっぱり自分でそれからまだ中学行って高校行って、まあ、そこから社会人行ったりプロ行ったり大学行ったりっていうね、そういうのが最後の、うん、それを目指すためにここでやってるわけだから、やっぱりいつも意識してほしいのはやっぱりまずは試合があるということ、うんうん、で試合のためにはどういう練習をしたら結果がつながるのかっていう、はい、そういうものを子どもたちはよく言うんですよ、うんうん、だから、ね、やっぱり練習っていうものは常に試合を意識して、うんうん、練習してほしいということですよね。僕はそれで81年をね、はい、見せながらいつも試合を想定して、うん、練習するようにっていう、まあ、それはもう絶対必要だと思いますよね、うん、そうですね、うん、本番があるからそこに向けての積み重ね練習がある、はい、まあ、練習で終わるんだったら別にいいんですよそれだけで何も考えないでね、その場だけそれをやっていけばいいけど、はい、やっぱりいろんなところにやっぱり打たなきゃいけない、90度使ってね、はい、打たなきゃいけないし、でピッチャーだっていろんなピッチャーが出てくるわけだから、 それに合うようにやっぱり自分は意識してタイミングを取らなきゃいけないっていう、はい、だそれは試合っていうものを意識しながらやっぱりやらないと、その打つとこが小さくてもやっぱりそれを四隅、はい、全部使ってやっぱり自分の打ちたいところに打ったりとか、まあ、投げるにしても自分で投げたいところに投げれるかっていうね、そういうものを本当に意識しながらやってほしいなという感じですよね、はい、意識してやってくださいありがとうございます、アドバイスをやれという活もいただきましたが、さてその、まあ、本番試合に篠塚さんコーチとしても貢献をされていらっしゃいますが、うん、2009年の WBC、はい、こちらでは打撃コーチとして携わっていらしてチームを世界一に導いていらっしゃいますが、少しちょっと振り返って、うん、まあ、力は出してないですよ私は。そうですかいやいや、まあ、でも、まあ、あれだけのやっぱりメンバー、はい、チームとして揃ったらね、はい、楽しみしかないですよ。見る楽しみしか、コーチとしてはそうですか、うん、だからやっぱこのチームは絶対負けるわけないと思いましたもん。あー、うん、チームの中にいてそういった雰囲気というものも、そうだから我々はそういう雰囲気を作るだけで、うん、試合の、あ、まあ、練習の中でも選手の状態っていうのは悪い選手もいますよ、うんうん、だそれはそれなりにこう見ながらのいろいろ会話しながら楽しく、はい、うん、もう彼らはもう楽しくやっていけばいいわけだから、うん、みんな実力が力はある選手なんで、でいかに気持ちよくゲームに出させるかっていうのが我々コーチの多分仕事だと思うんで、まあ、監督はまた別ですよね、いろんな采配があったり、ね、選手をこう使っていく、そういう意味で我々とちょっと違う立場なんですけど、うん、我々コーチ陣っていうのは、まあ、そんなにこう選手に教えることはないし、質問されたことに対して答えて、はい、うん、それをうまく楽しく自分に相手に分かりやすく言ったりとかっていうことなんで、まあ、一番大事なのはさっき言ったようにやっぱりいかに試合に集中できる、まあ、このゲーム始まってからもそうなんですけど、はい、まあ、打つ打てないとかね、いろいろあったり負けてたりとか、まあ、勝ってる時はまあ別ですけど、まあ、そういう時には本当にこう次の打席に行くと楽しく行けるようなそういう、こう場を作るっていうのがね、やっぱ
ぱりコーチ陣の仕事だと思うんで。篠塚さん、打撃コーチとしては具体的には言葉でっていうことですか、盛り上げる、まあ、言葉ですよね、まあ、個人個人にまあこういうふうにしてっていう形だけなんで、まあ、実際のところね、本当にそんなにね、こう喋っていくっていうことはあんまりないですよ彼はもうそういう場数じゃないけど、はい、踏んでる選手なん で、 そうです、ね、イチローもだいぶね、あの時は苦しんでましたけど、実績のある選手なんで、はい、まあ、いつかやってくれるだろうってね、はい、まあ、いいとこ取りしてきましたよね、はい、いやー、痺れましたよね。 ああいうものをやっぱり持ってる選手なんでね、はい、うん、そばも自分でいろいろ考えながら、格闘してるし、まあ、あの打席っていうのはショートワンバンになりそうなやつをこうファールにしてたっていう、それがね、あ、これもしかしてっていうのは感じましたね、今まではちょっとあっさり、ああいうボールでもこう当たんなかったっていうのがあったんですけど、やっぱりああいう場面になるとやっぱり気持ちも出てくるし、あのファールを見てた時に、あ、これは多分やってくれるなと思いましたね。本当にあのこうやって優勝ね、世界一させてくれたと、はい、本当に選手に感謝ですよ、うん、これは、うん、感動というのは本当に変えがたいものなんでしょうね、うん、まあ、日本はすごかったらしいですね。いや、すごかったです。いや、日本はすごいことになってました、うんうん、そうですね、あれやっぱり向こうにいてどうしても、うん、あの、まあ、自分の思いの中では、はい、やっぱりジャイアンツっていうのはアメリカ野球を追いつけ追い越せというその正力さんのね、はい、曲があったように、そういう思いでやってたし、また本当はジャイアンツのメンバーでアメリカ行ってアメリカのメジャーを通したいっていう、できたらいいなと思いで結構やってたんですよ。だそれがやっぱりああいう WBC の中で、はい、絶対アメリカと戦いたいと、うん、アメリカをやっつけたいっていう、うん、そういう思いでやって、ね、アメリカと戦って、まあ、はい、メンバー的にはね、いろんな事情があってしっかりしたメンバーではなかったんですけど、まあ、アメリカを倒したっていうことで、はい、自分の中ではもうそこでほっとしちゃったの、まあ、韓国戦の前に一つ自分のこう思いがちょっとこう実現できたかなって、まあ、選手ではなかったですけどね、できたなっていう思いがあったし、まあ、あれに勝って、まあ、もう絶対に世界一にならなきゃいけないっていう、うん、そうなれるっていう、そう思いは気持ち的には湧いてきましたね。国内は大変なことになってだったですね、思いましたがその、ね、WBC でのコーチとしてのあのご貢献というのももちろんなんですけれども、巨人のコーチとしても、はい、長きにわたって務められましたが、その間育てられた選手というのも本当に大勢、うん、まあ、育ったっていうよりも、うん、まあ、ある程度そのバッティングの中でね、はい、そういうものをこう説明していきながらやっただけで、はい、あとはもうそれから何年か自分でこう積み重ねていってね、うん、あのやってきた、まあ、その場でなかなかできるっていうもんじゃないんで、うん、で逆にこう自分のこうバッティングっていうのは押し付けないんですよ、うん、やっぱり 人それぞれやっぱタイプがありますから、うんうん、まあ、こいつはこういう方がいいだろうとか、こいつはこういう方がいいだろうっていうような自分の中では持ってるんで、まあそういうものをこうやって、まあちょっと左バッターで似てるなっていう感覚であれば、自分の持ってるものを一応試させて、うん、それによって何か違う感覚を掴んでくれればいいなっていうような形で教えてるくらいで、例えばその左バッターでちょっとこう試してみたらと言った選手はどなたですか。まあ、今サードコーチだと後藤とかね、うん、ジャイアンツの後藤とかもそうだし、はい、タイミングの取り方とか、そういうものに足の上げ方とか、そういうものはまあ安倍氏、はい、ね、今任監督の新之助にもルーキーの時にね、いろいろ言ったり、まあ、あの高橋由伸はもう大学時代である程度できちゃったんで、そんなにこう彼はもう特徴あるバッターというか、打球方向だけですね、僕が意識したのは、うん、あ、宇宙間に飛ばしてる時はもういい状態なんで、はい、あそこに、まあ、ドームで練習してる時でも、あそこにボールを飛ばしてる時っていうのはやっぱりいい状態なんでね、うん、だから意外と彼のバッティングってのはやっぱりボールをこう押し込んでいく、あれがちょっとこう早いとちょっと状態が悪いっていう、そういう感覚もあったんでね、
だからまあそんなに言われたらまあ地方公へ打ったらどうだとかね、うん、引っ張りすぎてんじゃないかとかさ、そんなにこう切り詰めて1から10まで言う選手っていうのは本当に若手くらいですよ。特に言ったなっていう選手はどなたですか。特に言ったなって、まあ、後藤なんか結構しつこく言ったけど、いやダメにしなさい、できませんとかというふうに、そうだ、できませんもあるんですね、うん、まあそれはいいのよ、それでね、うん、まあ、できるまでやれっていうまでは言わないし、違う感覚をこう自分の中で持って、自分で違うことを試していってもらえばいいなと思って、僕はあんまりこう口で言ってこうしろああしろっていうのはあんまり好きじゃないんですよ、自分がそうだったんで、それをずっとやってるわけじゃなく、そっからやっぱり自分で試していろんなことをやってきた人間なんで、これはこうだからこうしろああしろっていうその1から10まで手取り足取って教えるってことはほとんどなかったですね。だからそこで何かを感じてる選手はやっぱり言ってますよ、ちゃんと。だから意外とそれを思いながら続けてくれる選手っていうのはそこそこ言ってるし、だから昨日こうやってやったのに次の日にバッティングやったらまるっきり違うことやってるってやつはもうそこでもうダメですよね。そういう選手もいましたよ。だからそれはできないのかもしれないしね、センスによって、だからその辺はやっぱりプロ野球だから何でもプロ野球選手だから何でもできるってわけじゃないんで、今の亀井なんかもそうですけどね、やっぱり意外と不器用な方なんで。あ、そうなんですか。まあでも長くここまでねできてるっていうの、まあなかなか彼もレギュラー取りそうで取れなかったっていうね、そういう選手だったんで、まあ、いい時に怪我をしたりとかっていう、だからうちの選手ってのはね意外とそういう選手が多いのよ。自分が辞めてからもそうですけど、ユニフォーム脱いでからもそうなんですが、あ、これは結構この後行くなと思うとポッと怪我して、特にセカンドやる連中ってのはみんなそうなんだよね。もう塩でも撒いてほしいわ、セカンドのところに。あるんですかね、ドーム。まあそういう選手がちょうどセカンドに来てるのかもしれないし、なかなかこう収まるっていうことが今ないじゃないですか。今そのまあコーチを離れて10年か、11年ですかね。はい。どうですか、また。いやいや、もうこれは自分がやりたい人もできる職業じゃないんで、そういう準備は常にね、まあもうこれから読む苦しさはもう最後なんで、年齢からいくとね、やってみたいっていう思いはもう常に持ってますよ、それは。一からの野球人なんで、ゴルファーじゃないんで。違いましたか。やっぱりそういう意味ではやっぱり最後にね、もう一回選手と、ユニフォームを着てやりたいなっていう思いはもう常に持ってますよ。ファンからしても同じ意見だと思います。はい。ありがとうございます。ということで、長嶋監督のお話や、打撃論、そしてね、道具のお話までご丁寧にお話をいただきました。本当にありがとうございました。いいえ、とんでもないです。皆さん何度も何度もご見返していただければなと思います。ということでですね、今回で篠塚さんの会話最後となるんですが、はい、なんと本日篠塚さんが着用されているこの OB クラブのオリジナル T シャツ、そして、はい、キャップがあるんですが、はい、こちらサイン入りでプレゼントいたしますので、はい、皆さん概要欄からチェックをして、ぜひご応募いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで篠塚さん、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。篠塚克典さんでした。ありがとうございます。